です。完全にバラバラになってます。いくらか構造を調べたのですけども、テープ、新品のテープが巻かれているロールと、使用済みのテープを巻き取っていくロールがあります。そして歯車ですね。歯車。それからこの歯車はこの送り出すロールと受けるロールが連動するためにあるんですね。そして逆戻りしないためのね、ラチェット機構ですね。カチ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 っていうやつですね。これがちゃんと働くように組み立てればいいわけです。こう引いて使うわけですから、テープはこちらから送られていって、こちらへ帰ってきます。